のドラマ CD で、こぶたちゃんたちをヘブンへ導いてあげるよ。皆さんこんにちは。沖田総司役を演じました、小野賢章です。普段の沖田はこんな感じなんだなっていうのが前面に出たドラマ CD になってると思います。こんなやつこれもうダメだろうって思うぐらいの沖田でした。どんどん自分後の沖田ペース、こぶたちゃんたちを導いていくというか、そんな感じのドラマ CD になってます。いや本当に心苦しかったですね。もう何回こぶたって言ったか分かんない。で、料理にしちゃうよとか凄まじかったですね。でも本当にこれを聞いて楽しんでいただけるのかなというか、僕はもう悲しかったこれをやっていて悲しい気持ちになった。ね、こんなにこぶたちゃんこぶたちゃんつって楽しんでる起きて許せないですよ本当に。ね、なんか煮豚にしようかとか月豚とか出荷しちゃうよとかさかわいそうまあツンデレじゃないですけどド S なんですけどね、ド S すぎると何この人本当ひどい最低ってなっちゃうので、そこでこう突き放してこういやでもちょっと待ってよみたいなところはこう、ね、出してあげないとと思って、出してあげないとというかちょっとでもね救いをと思って、はい、頑張りました。いや、どういう質問ですかそれも呼ぶ、でもいやこんなにかわいそうかわいそうって言ってましたけど呼ぶ方だと思います強いて言うなら呼ぶ方だとは思ってます。いやー、どうなんですかね。まあでもなんかあそこまでは いかないですけど、まあでもなんか本当にその小豚にかけてなんかいろいろこうからかってみるところとかはちょっと似てはない、似てたらやばいんですけどなんかちょっとそういうところは楽しくというかやらさせていただきました。袋癒されそう。なんか結構なんかちょっとゆるキャラチックなの結構好きなんですけど、実際今ウーパールーパーとあとカエル飼ってて両生類飼ってて袋を飼ってます豚ですか。いや、豚はちょっと存在感が大きいから小豚だったらいいです。こんぐらいのこんぐらいのだったらいいですね。小豚ちゃんって呼んだりしておいでーって言って、でもそんなに S っぽくはしないと思いますね小豚ちゃんおいでー、あー小豚ちゃん、あー小豚ちゃんかわいいねWe'll be right back.
これを聞く人はド M だ。間違いない。ですね。これ、でも前回のやつって好評だったんですか？ぶっちぎりで、どんな世の中だ本当に。いやでもまあね、刺激がね、欲しいんですよね。平和な世の中ですから、こういうドラマ CD で、刺激を、こう、僕が、刺激しちゃうぞ、つって。普段こうゲームではなかなか見られない沖田のこうプライベートで行き過ぎてる感じがドラマ CD は楽しめると思うので、まあ、ぜひこぶたちゃんになっていただけたらなと思います。そして沖田に翻弄されてください。振り回されて抵抗したらね、出荷しちゃうんでよろしくお願いします。主人の許しもなく勝手に手をつけるなんて、月豚失格。農場に出荷しちゃうよ。まあ。そうですね。こっちの方はもう皆さん出ていて、とてもわちゃわちゃして、ガチャガチャした楽しい。ものになっているんですけど、やっぱ沖田はいつも通りというか、沖田らしいというか、そのなんか、あれですよね、選挙でみんながこう、我、みたいな感じでやっていく中、沖田は、それには参加せずに、賭けをやってるっていう、最低な、誰が一番か賭けるっていう、最低なね、人間ですよ。でもなんかそれがちょっと今回幕末ロックの沖田っぽいなというかなるんで、すごく楽しませていただきました。文化祭実行委員に入ってました、高校の時に。なぜならクラスで誰絶対一人はなんか一個ぐらい入らなきゃいけないんですけど、学園祭実行委員は学園祭の時にだけ働けばいいので、それに入ってました。沖田っぽい、まあまあ基本的なところはやっぱ、まあ基本的なところはやっぱちょっと沖田に似てるんですね。うん、そんな気はします。文化祭はもう大成功ですね。大体僕、僕、検温部だったんですけど、で、やっぱ文化祭時期になると、検温部の練習で忙しくなるので、実行委員をもう一人の方に押し付けて、大体バンドの練習してました。だからまあ結果何もやってないんですけどね。はい。あ、ギターボーカル。はい。で、高野祭っていうのがあったんですけど、その、文化祭終わって、で、クラス、学生だけで、夕方ぐらいから、そこで全校生徒の前で、やって、わー、キャン、キャン、わー、なってた思い出はあります。やっちゃいましたね。大学生になってキャンパスライフ送りたいです。こういう外でベンチに座ってこう本読んだりとかレポートこうやってなんかやってる隣にこうスッと「お疲れ」って。わかりますか？すごくわかりますか？お疲れって言ってきて、あ、お疲れっつって、え、今日、うん、
この後何もないと、うん、じゃあお茶行ってみたいな、ね、小豚ちゃん行くすごい、なんて言うんだろう、めちゃくちゃめちゃくちゃですなバトルがこう繰り広げられていて、その中でこうスッとこうなんかいいところを狙って、そう隙間を狙ってこう入ってくる沖田を楽しんでいただけたらなと思います。僕もやっててすごく楽しかったし、あーなんか沖田っぽい沖田っぽいこれって思いながら演じさせていただきましたので、皆さんもぜひ聞いて楽しんでいただけたらなと思います。教頭先生も一口乗ります？胴元は僕なんで損はさせませんよ。ちなみに一番人気は開票前に土方さんが倒れる。いやーこうこれだけこうなんかいろいろやらせていただいて、ニコ生もやりましたしイベントもやりまして、で僕が参加できなかったイベントもあって、こんだけやってきたのに一回も5人揃えてない、それなのにこんなに話題になっている、話題にしていただいている幕末ロック、ついに5人揃うということでどうなってしまうんだろうと思ってます。しかもライブですよね。いやーもうね、これ服破けちゃうんじゃないですかねこれも実際に歌いながら、だからなんかそれ用の T シャツを用意していただけたら、ね、見に来てくださる皆さんも余分に1枚持ってきておいて、でね着ていただいて、それを一緒にこうビリッとこう破いたらもう1枚中に入ってるから大丈夫っていうような感じで幕末ロックはもう基本的に面白い作品だし、で歌はかっこいいですしね、でライブなのでやっぱかっこいいものロックなものを届けれたらなというふうに思っております。僕も、まあ一番年下で、先輩たちに負けないように、食らいついて、服破く勢いで頑張りますので、そちらの方も楽しんでいただけたらなと思います。はい。やっぱりなんかシャツの方がいいですよね。 T シャツはなんかこうなんか引っ張って伸びるだけとかかっこ悪いからボタンでガッていける方がいいですよね。みんな上裸でやるみんな上裸で歌う、体鍛えないとなまあ水着を着ていただいて来るときはもういつでもこう脱いでも大丈夫な状態で来ていただけたらなと思います。僕も鍛えます。で、ちょっと焼こうかな。前回でももう十分すぎる幕末ロック、作品でしたが、さらにウルトラソウルで、もうめちゃめちゃまたパワーアップしております。キャラクター、また新キャラがもう凄まじいんですよね。ペリージュニア、諏訪部さん、もうすんごい楽しみで完成したものを聞くのが、で僕はそのペリージュニアと歌ったグラデーションという曲がありまして、そちらもすっごい個人的にはグラデーションすごく好きで、かっこいい楽曲になっておりますので、そちらも合わせて楽しんでいただけたらなと思います。物語もなんか幕末ロックらしい、すごくちょっと面白おかしいぶっ飛んだ内容になっておりますので、楽しんでいただけたらなと思います。そしてアニメの方もよろしくお願いします。ということで以上、沖田総司役の小野賢章でした。レッツドッグ。Metaphor World.